すべてはちょっとで大丈夫、脳科学ストレッチのなつきです。今日は肩こりが改善する脳科学ストレッチをお伝えします。それがこちらになります。まず、壁に対して肩をつけて、足を膝立ちにして90度で座っていきます。でここで、手を前に伸ばして壁に手をつけた状態 で手を見ながら後ろに大きく円を描くように回して、また円を描くようにして、壁をさすりながら動かすっていう動作を行ってきます。でこれを行うことによって、肩こりに、なって硬くなる肩甲骨の動きを改善するっていうのが一つと、あと背骨の、胸椎のところが、ひねるっていう動きがしっかり入ってくれます。この胸椎のひねりが入ってくると、背中の、広背筋っていう、これも肩こりに、また関わる筋肉ですので、そこもしっかり、伸びてくれます。でこういうふうに大きく動かして肩甲骨周りがしっかり緩んで動きが良くなると、血流が良くなり、肩こりが改善しやすくなります。動かし方としてのイメージは、手を壁につけたら、上に上げていって、後ろに来るときにダラーンと手を下に下ろすイメージで下ろして、また戻してきて、手をまた下に下ろすときにダラーンと下ろすイメージを入れながら行うと、脳から筋肉の指令で縮まる指令が取れて、緩んだ状態で大きく動かせるようになります。ぜひこのイメージを入れながら行ってみてください。でこちら、こちらですね、10回を、3セットぜひ行ってみてください。それではチャンネル登録といいねをお願いいたします。脳科学ストレッチを体験されたい方はサロンのホームページをご覧ください。